はい、光が機構からのお知らせです。何年なんでしょうね、結構な年数をやってきたんですけど、改めてね第1回からちょっと見直してみました。そうするとこの近年ですね、カメラとか機材が変わったので、とても今現在は綺麗な映像でお届けできてると思います。でも第1回目、石狩湾から遡って上流まで上がっていくんですけども、そこの映像はねいまいちちょっとまだハイビジョンの、状態なので、もうちょっと綺麗な映像でお届けしたいなと考えています。で、一応石狩湾から行けるところまで上流に登ってって、その先はもう登山とかいろいろしなきゃねたどり着けないような場所だったので、まあ、一旦ここで支流に切り替えて、石狩が本流につながるこう細かな支流を追っかけてきたんだけど、なんか今になってですね、もう一度石狩湾から始まって一陣をちょっと上がってみたいなという気持ちにもなったので、今後ですね、多分追っかけというか重ねるというか再スタートというかね、もう一回ちょっと歩いてみたいんですよ。石狩湾のところも非常に面白かったし、第1回目のやつは鳥好きのおじさん出てね、あれもすごく良かったので、また会えればいいなと思うんですけども、もうちょっと趣旨としてはね、いろんな出会いも、考えていたんですけど、何回目かの時かな、東別かどっかのところで、いろんな人に会ってお話もインタビューできたので、まああれですね、もう一回雪が溶けてから、まあ、その前には支流編やるかもしれませんけど、もうまあもともとねいろんな季節があってみるかなと思いつつも、スタートしたので、今後はまた石狩湾からの本流スタートも考えていますので、簡単なお知らせということで、よろしくお願いいたします。それではお楽しみにしてください。